輸送を運んだり在庫したりっていうのを減らそうと、それからあとは物を作るためにあの人間が使うジグとか道具、まあ、これもですね、まあ、より軽くしようとか、より持ちやすくしよう、より使いやすくしよう、まあ、こんなことで 3D プリンティングを たくさん使ってらっしゃる方、増えてきています。それからあの特にロボットメーカー、これからあの道具をご紹介しますけれども、皆さん目の前にあの並べてあります、あのこれは病院の中であの患者さんが移動するのに使うあのロボットなんですが、まあ、こういったロボットを早く世の中に出していくために 3D プリンターの活用というのをされています。それから物を作るための型、そのものを早く作るという使い方もございます。で、あの